あらら、ここすごい。はい、あちらです。今回は多摩丘陵シリーズですね。この辺稲城市なんですけども、この左がね多摩丘陵なんだけども、ここにねなんとか緑地ってそこがねまあ公園として整備されてないんだけども、なんか緑地に指定されててね、なんか面白そうなとこなんでちょっと行ってみたいと思います。ここ行っていいの？この先なんだけど地図上はね、あれ？ここ行き止まり？前だな。関係者以外の車の通行だから、ここが緑地の入り口か。そこから歩いていきましょう。車の通行だから歩くのがいいんだよね。事業予定地、こっち側が事業予定地。なんか清水宿っていうのかね、清水宿だか。宿って谷地、山に入り込んだ谷地みたいなとこなんだね。道路になってんだね。この水源になってるところが多分ねあるんだよ。ここから水が出てるのかね。まだ向こうがあるのかな。ここはなんか水源っぽいね。あら、なんか渓谷になってんだね。あら、ここ危ねえな。こんな滝になってんだね。なんか農地かな。あ、シャドウっぽいとこはこだわりだね。果樹園だね、栗かなんか。あ、ここなんか見たことある。おお、ここなんかね、来たことあるような気がするな。あそこかな。やっぱここだ。以前ね、ここまでバイクで来たことあるね。
これ栗、この果樹園なんだろうね、栗の栗林になってんだろうね。おえ、なんか行ってみたくなっちゃうね、こういう橋があると。あらら、ここすごい。水はそんな綺麗じゃないけどね。この辺水湧いてんだね。まあ梅雨時だからね今。これなんだろうね、事業予定地多摩ニュータウン整備だって。あ、ここ畑だ、田んぼだ。山の向こう側はね、ゴルフ場なんだけどね。怖いね、これ。あ、見事な滝だね。はい、柵のとこまで戻ってきました。こっち脇に上がる道があるんだけども、今度ボートどこ行くの。これ車道になってるのかな。はい、無事にバイクまで戻ってきました。あ、無事登れました。さすがに恵比寿着ないとやばいだろ。よし、こういうとこはね、しっかりフロントブレーキ使わないとね、リアブレーキだけだと全然止まんないんだよこれ。これさっき来たとこだよね。あ、ここさっき来たとこだね。なるほど。ということで、ここはこの辺がね、清水谷戸緑地っていうだそうです。これ多摩ニュータウンが持ってる土地で、まあ、緑地として整備するつもりなのかね。まあちょっとよくわかんないけど、住宅を建てるわけじゃなさそうだけど。
するね。うわ、危ねえ。はい、以上、玉丘陵の清水屋と緑地からでした。ご視聴ありがとうございます。ああ